新作映画を5分で紹介映画パーソナリティー吹です、えー、今日紹介したい作品はあのー、こんな映画も1本ぐらい紹介したいなという僕の中での、えー、挑戦ですこちら「ドーン・オブ・ザ・ビースト魔獣の森」です。 えー、このチラシを見てね、食いつく方もいれば、えー、全く興味がない方もいらっしゃるかもしれませんが、僕は、こういった作品ね、基本的に、一年に最低でも一本は見てほしいという、まあ、覚えも込めてね、今日紹介したいと思います。まあ、こちらの作品、どんな物語か簡単に説明いたしますと、いわゆる、うー、未確認動物、えー、ユーマ。 のビッグフットと人間、そして正体不明の怪物の三者が入り乱れ。 チミトロの壮絶なバトルを繰り広げる様子を描いた、いわゆるモンスターホラーと言われているジャンルなんですね。で、舞台は、まあ、アメリカの、まあ、北部の方なんですけれども、えー、ビッグフットの目撃情報が多発する地帯があったわけですね。でそこでは、1985年以来、200件の目撃情報があり、54件の行方不明と死亡事件が発生していたと。で、現地では、 死の月と呼ばれている9月4日から10月2日の間は、まあ、ビッグフットの目撃情報や行方不明者発生の数が多くなると。で、そんな土地にね、まあ、あるこの大学の未確認生物学の実習チームが、ええー、まあ、調査のためにこうやってくるわけなんですね。ですると、彼らを待っていたのはビッグフットだけではなかった。 いまあお話なんですけれども、あのね、先ほども言いました。まあこういうジャンルが好きな人もいれば嫌いな人もいるじゃないですか。でもね、楽しいんですよねで。楽しいっていうのはどういうことかというと、えー、怖いですよ。本当に怖い。怖いんだけれども、うん、ニヤッと笑ってしまうシーンがいっぱいあるわけです。でね、僕ね、今回ね、このドン・オブ・ザ・ビースト見て思ったのは、やっぱりね、 過去のホラームービーと現在のホラームービーの大きな違いが一、まあ、点あると思うんですよね。これ何かというと、スマホの存在なんですよね。だって、登場人物たちがスマホを持っていたら、連絡ができるわけだし、今自分がどこにいるかということも位置情報で調べられるわけじゃないですか。ただ、これが封じられたとき、 現代人としてよより恐怖が増すすわけなんですよねここがね今のホラーのものすごく大事なところだと思いますし、まあ、この作品ねある種ねトララディショナルホラーと言ってもいいいと思いますもっと言うならばトラディショナル B 級映画過去の B 級映画だとかホラー映画のいいところが存分に 入ってるっていうふうに言えると思うんですよね。だから姿を表さない、いわゆるクリーチャー,、えー。クリーチャーというのはこう、伝説的、創造的怪物が当然出てきますし、もっと言うならば、えー、お約束的な、えー、ブロンド女性のシャワールームシーンなんてのもこう出てきます。まあそのあたりで、ちょっとあこういうシーンよくあったなーとかいうところで、まあこう、にやりとしてしまうと。 でね、まあ、これは言ってもいいと思いますけれども、映画のどこかでもうね、僕も予想しなかった大きなサプライズあります。もうね、サプライズがあるっていうこともネタバレかもしれないけれども、僕、この作品の中で大きなサプライズあるよって言ってもいいと思います。まあ、それをね、ちょっとね、ぜひね、期待して見ていただきたいなぁと。普段ね、こういった類の作品見ない方も、仲間とか友達とかとね、今映画館行って、 あそこどう思ったなんていうふうにあ思えるある種のポップコンムービーとしても楽しめる作品なんじゃないかななんていうふうに思います「ドン・オブ・ザ・ビースト魔獣の森」は11月12日から全国公開ぜひ劇場で体験してみてください新作映画を5分で紹介以上映画パーソナリティことぶ寿つかさんでした